そしてその沼地に住まうリザードマンの部族の一つ、青尻尾一族が誇る勇者ガガンポは、7日に一度訪れる特別な日に出かけるため、狩りで汚れた体を清めていた。泥が落ちるにつれ、ガガンポの体があらわになる。ガガンポは汚れがもうついてないかを見るためと、洗い場の水で冷えた身を温めるため、天に輝く太陽に向かってその大きな体を広げて光を受ける。太陽に照らされてあらわになるのは、波のリザードマンより頭一つ分は大きい、鍛え抜かれてよく筋肉が発達した体。人間の使う生くらな鉄の剣の一撃程度なら弾き返す、わずかに青みを帯びた緑の硬い鱗に覆われた皮には、あちこちに傷跡が刻まれている。卵から帰って8年という、肉体の若さと戦いの経験がちょうど釣り合う男盛りの頃合いであるガガンポが、幾多の危険な戦いを生き残った勇者であることを示す。大切な証である。清水で洗い流し終わった体を、つる草を乾燥させて編み上げた布で拭く。鱗が陽光を反射してわずかにきらめくのを満足げに見ると、今度は武装していく。鎧は一族を率いて仕留めたヒュドラの皮で作った丈夫な代物。武器は磨き抜かれた黒石をつけた槍、いつも愛用している。こんなものか。30年ほど前、今は祭壇となっているその場所に扉は現れた。どこにつながるかもわからぬ扉に飛び込むのを決めたのは、当時最強と言われていた青尻尾一族の勇者ゲルパ。彼は扉の向こうにある異界の猫屋で奇跡的な出会いを果たし、素晴らしき異界の食べ物を持ち帰った。それから7日ごとに黒い扉が現れるたび、年に一度の祭りで決められた部族一の強さを持つ男が、勇者として異界の猫屋に赴き、異界の食べ物を持ち帰るという風習ができた。がよい勇者よ。ガガンポ、銀返しと銅返しと皿持ってきた。うん、ありがとう。戻ったぞ。料理もこの通りだ。少しずつこのご馳走を味わい、機嫌よく尻尾を地面に叩きつける。もうすぐ次の祭りの季節か。また勇者となるのだ。そして次の一年も大いにオムライスを食おう。